まあだから国民がね、もういらない、うん、まあ、僕はそんなにあれですよ、そんなにあのなくなっても構わないんだけど、やっぱり圧倒的に好きなんだよね日本人って。だからこれは国民が支持してる間はなくならないし、なくせっていうのはやっぱりちょっとそれは無理があるんじゃないかな。とにかく戦後のね歴史を見るとね、やっぱりとにかくもう天皇のことしか考えてないみたいな。まあそれはやっぱりその中国文化圏の中でその天皇という存在を作ったと、それで権威と権力を分離してもうすごい長い時代が経ったと、まあ日本の基本みたいなところがあるから、まあ国民がこれをものすごく好きな間は無理になくす必要はないと。でね、もう一つの質問なんですけれど、はい、そのこれそのね、あの明仁天皇が、うん、その皇居をね、うん、その私たちは皇居の外に住んで、はい、皇居はみんなが使える公園にすればいいじゃないか、おそらくこれ本音でおっしゃってる、本音ですね、っていうわけでしょ、はい、その発想で言うと、だからまあ本当極めてそのこうなんていうのかな、こう常識的なというか、うん、開かれたというか、うん、まあ、そういう言い方するとまたちょっと多分こう捉えきれないんだろうけど、うん、しかしでも天皇自身は、うん、そのこうできるだけ普通でいたいと。だからおそらくその中でその最後に多分こう発して一番強烈だったメッセージっていうのがおそらく生前退位っていうことだったと思うんですけれど、どうなんですかね、そのやっぱりこうずっとこう考えてたのか、どういう思いがこの生前退位っていうね、少なくても明治体制以降というか憲政史上ではこれ初めてのその生前退位となるんですけれど、どんなその明仁、もうあれはやはりその明仁天皇のその事績を見てくるとね、そのまあ象徴天皇制というのは明仁天皇が作ったわけですね。まああの一応昭和天皇もそういう時期はあるけど、作ったのは明仁天皇 でその自分の作ったものというのはその宮中にいるんじゃなくて、その国民の苦しみの現場に我が身を運んで、そして目線を同じくして、そして耳を傾けると。でその災害が起こったら必ず行くし、沖縄福島拉致問題、まあ、そういうことに対してやっぱりその現場に身を運ぶっていう、自分がそういうスタイルを築いてきたんだという、まあ一種の自負が強い、まあ、本当に超人的な、あの努力をお二人でされてきたんで、自負があるわけですよね。でそれができなくなったと、できなくなったんだから、そのもう自分がその務めを果たせなくなったんだから、全身全霊を込めてやってきたのができなくなったから退位したいと思っていると。でそれは国民の皆様は許してくれますかというあのビデオメッセージだったんですね。で、まあ、もちろんその国民の方は、まあ、安倍政権がちょっと邪魔しようとしたけど、国民の方はもちろん結構ですと言って、まあ、その支持率は圧倒的にその生前退位ね、そうですね、うん、っていうのはそのあの世論の支持率は高かったですからね。そうですね、まあ、やっぱりあのものすごく人気がありますよね。やってこられたことをみんなよく理解してるんだと思います。これね、そのこれは本当に何度でも確認した上で話を進めなきゃいけないんですけれども、うん、その象徴であるというその天皇制っていうものに関しては、うん、その天皇の行動言動発言に関しての政治性っていうものをこう持たせてはいけないと、うん、はい、少なくともそのそういうふうにその天皇自身もあるいは皇室自身もそうだけれども、国民もその発言に政治的なメッセージっていうものをこう付与しないように気をつけなきゃいけないという意味で言う前提なんですけれど、うん、この今の現状っていうね、うん、だからその天皇っていう、まあ、権威と権力を分けたって意味で言うと、うん、権威が非常にその戦後民主主義的な価値観をどうやら持ってるらしいと、はい、一方で政治権力の方ですよね、うん、がものすごく復古的っていうかね、うん、このそのまあおそらく戦後の日本のその政権の中で支持するにせよしないにせよ、うん、最もこう復古的な政権だから生前退位にも実は本音では嫌だっただろうし、うん、その支持勢力は元号の発表も1ヶ月前になんかけしからんと、うん、即位してからやれというようなことを言ってるって、この状況ってかね、うん、その政治状況社会状況ってこれ矢部さんどう思われます、うん、まあ、やっぱりねその明仁天皇はその、まあ、自らのミッションですよね、うん、あの平成を戦争ない国として終わらすということ、うん、その沖縄という最大の矛盾に向き合う、うん、でそれはもう何回も何回も行って努力して、である種それにね昔の自民党の戦争経験のある政治家たちは協力して、うん、その慰霊 の、うん、あの公園作って、で平和の礎も作って、うん、そこに毎回行くっていうことで
つなぎ止めてきたわけですね、うん、国のが崩壊しないように、うん、でまあだから僕から見ると、まあ、それだけ大人たちがねものすごい努力をし作ってきたものを、うん、なんかまあ幼児のような首相がやってきてバーバーって壊しているとなんかそういう感じがしますね。あの今の話伺ってね思い出したんですけど、あの先ほど名前出た亡くなった尾長知事ですね、はい、もう僕なんあのインタビューかなり長時間したんですけれど、はい、尾長さんもあの人もともと矢部さんおっしゃったように保守の政治家じゃないですか、はい、でおそらく彼はその今の日本の本土の政治はその日本の本来あるべき保守から外れとると、うん、まあ、まさにそうですよねっていう感じがするんですけれど、うん、だからそういう意味で言うと、まあ、幼児のようなっていう表現をその矢部さんされましたけれど、うん、やっぱりこうその今の政治ってものがどうもやっぱりこう外れているってことに関しては、うん、そのおそらく明仁天皇も平成天皇もかなりこう悩んでると。そうですね、うん、まあ、要するにあの今天皇のポジションが、うん、あの左なわけですよねまあそういう直線の言い方すればね、で最も民主的で左だってそういう、うん、まあすごく、まあ、パラドキシカルなところにあるんだけど、うん、あの一つはねそのよくタレントに向かって政治的な発言するなって言うじゃないですか、うん、でもあれ実はあの政府に都合の悪い発言をするなって言うでしょ。で、今あの官房長官会見あるように新聞もそうなってるわけですよ。だからその天皇に対しても政治的発言するなっていう縛りはあるかもしれないけど、それは政府に都合の悪いことを一切言ってはいけないっていうことではないわけですよ。やっぱり徹底した立憲主義の人たちなんで、あの政府より憲法が上ですからね、憲法に反することや国の、 あの根幹を揺るがすような時は、まあ、直接非難することはないけれども、うん、微妙に自分の重心を移しながらその国としてのバランスを取るような発言をされていると、まあ、だってローマ法なんて結構ね、うん、政治的な発言するじゃないですか。そうですね、うん、だからまあああいう形になればいいんじゃないかなと思います、まあ、その今のだから明仁天皇、今上天皇がその就任の時以来一貫して私は憲法をとにかく守るんだというふうにこう言ってるのに対して、そのね政治家の方があんな惨めな憲法は変えなきゃいけませんみたいなことを言ってるっていうのは、うん、一体ねどういう、まあ、国民はもう分かってると思います、うんうん、どっちが好きかっていうことねそうですか、はい、そろそろ時間になってしまいました。早いですね、今夜は、先日、天皇皇后が残した32の言葉を紹介する天皇メッセージ、小学館から、1000円ですね、で税別1000円で、もう出てるんですね。あ、もう出てます、もう出てますね、はい、出されましたノンフィクション作家の矢部浩二さんにお話を伺いました。